はい、じゃあ、次曲やっていきたいと思います。はい、このパーティーは限界とかのたまわりながらね、また持ってきてますが、まあ、許してください。持っていきましょう。もう一個の用意してたパーティーがサブロムの方に送ってしまってて、まあ、見せられなかったんで、まあ、急遽これということで。ゴツメ武神には何か皆さん感じるものがありませんでしたか？趣味、国際負荷。はい。僕もね、サブロム、英語ロムなんで、常に国際負荷なんですよね。メタモンが日本語メタモンで、サブロム英語ロムなんですよ。で、サブロムで生まれたポケモンって全部英語になるんで、常に国際負荷なんですよね。どのメタモンと掛け合わせても。というわけで僕も、こう、色違いいくつか持ってるんですけど、あんまり動画に出番ないな。いろんなポケモンを僕、使うというか、こう、同じポケモンでも、すぐ個体変えるタイプなんで、なかなか国際負荷したポケモンの出番がないですね。相手が、これは、バナバンギリーンじゃないですかね。うん。で、武神でいいかな。武神が本当にガルーラのためだけに出すようなポケモンになってしまってるので、これ相手メガゲンガクレセドランみたいな感じで来ると、もう武神が腐るどころの騒ぎがないんですが、でも武神出すかな。でも出さないとガルーラ勝てないもんね。仕方ない部分あるよね。仕方ないか。武神は、ガルーラのためだけに出して、バンギは、ゲンガのためだけに出してるんですよ。こういうことやってるから弱いんですかね。そんな気はする。よろしくお願いします。不思議マナで全部倒せると思った選出ですからね、これは。さて。ランドか。うん、まあまあまあ、悪くないでしょう。さて、ヤドリギの種から入りますかね。メカ進化。ただ、ヤドリギの種はな、何回も打たされると外すからな、ほんと死にようで。さあ、不思議マナ。不思議マナあんまり硬さがわかりませんよね。だいたい物理のご利用して処理することって少ないので、どんなもんかなーって感じですよね、硬さ。ああ、結構硬いな。まあ、トンボ食らったぐらいじゃ硬さはわかりませんね。さて、誰が出てくるかな。ヒードランか。オッケーオッケーオッケー。自信持ってるんで、これは結構美味しい。まあ、不思議花の自信ごときではヒードランは全然落ちはしないんですが。さて、あと威嚇入ってますからね。それを込みだと、さらに落ちないな。さあ。オッケーオッケー。回復量が美味しいですね。自信で。遅いな。まあ、ヒードランはもう臆病個体がほとんどいなくなってしまいましたが、それにしても遅いですね。オーバーヒート、メガネか。なるほど。さすがに飛びはしないでしょう。結構痛いな。結構痛いな。さてさてさて。まあ、オーバーヒーこのダメージだったんで、次のオーバーヒーでも死なないですね。これ、光合成で稼ぎましょう。うん、引いた。ランドかな？誰だろう。ランド、オッケー。これは自利品ですね。威嚇。はい。ただ僕も、ランドロスに有利なポケモンこっち、バナー、まあ、武神はまあまあいけそうですけど、後出しは無理なので、ここは不思議マナで耐えるしかないという非常にきつい状況ですね。まあ、自信ですよね。十分回復間に合ってるか。もう一回5号星って宿り入りますか。さてさて、次光合成し宿りいきますか。光合成はあんま PP ないんで優勝にできないですね。もう一回光合成した方がいいかな。いやでも PP 的にあんま無茶できないよな。こんなもんか。宿り入ります。地震。OKOKOK。 当たる。よし、偉い。当てれば偉い。じゃあ光合成でいいかな。引いてくるかな。ここで引いたか。ヒードランかな。ヒードラン、はい。光合成、ここはヤドリギでいいんじゃないかな。仮にオーバーヒート食らっても不思議マナ死にませんし、ランド引っ込む可能性が高いと思うんで、宿り切りいきます。突っ込んだらうまいな。オッケー。やっぱ引きますね。んで、ランド、はい。
威嚇。でももうヒードラーの HP だし、どんだけ威嚇入っても自信で処理できるでしょう。まあ、どんだけって6回入ったら無理かもしれませんが。よし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 。まあ、こっち的にはこれ安定行動みたいなもんですからね。オバヒクラっても吸収らなければ、まだ死なないんで、これやっとけばいいですからね。さあ、ここでまたランド引いてくるか。トンボ、引いてくるか。ここで自信打てればうまかったかな。はい。さあ、ドラム。まあ、相手としては勝ち筋を打ってきてる感じですよね、ここは。うん。はい。まあ、ギガドライがないということが、バレーだかな、これで。技4つ見せましたね。自信で。まあ、相手としては引くのが安定ですね。うん。ランド。はい。自信。はい。で、アドリブで。うん、高校生の方が良かったかな。ワンチャン取られるかな、この動き。ちょっと甘えたかもしれないな。トンボ、トンボか。何読みのトンボですかね、これは。光合成読みか。光合成読みのトンボか、これは。いいな、で、ヤドリギが当たる。はい。ここはちょっと難しくなったな。地震でいいか、とりあえず。とりあえず地震でいいか。OK、取った。これでヒードラン勝利。さあ、僕なんかが試合開始前に不思議バネですべて、すべて処理できるつもりでいるって言いましたけど、ほんと処理できそうですね。不思議バネ全員倒してる。カタクナに3匹目出してこないんで、多分マリルリだと思うんですよ。逆を言えば、裏マリルリだった場合は、バナが死んだ時点で負けなので、そこはちょっと慎重にいかないといけませんが。高校生。ここでヤドリギでいいかな。ちょっともう PP が危ないんで、遊べないですね。当たる、偉い。オッケー。これは偉い。さてさてさて。次、光合成でいいかな。じゃあ。はい、光合成で。ドラゴンを倒したい。いや、急車だったら落ちる HP だな。でもまあ、もうちょっと余裕を持った動きした方が良かったかもしれないけど、高校生の PP 的に無理だよな。あんまり悠長にはできないよな。ヘドロ爆弾で。ちょっと PP 的に。降参、OK。マリウリかな、じゃあ、裏。はい、ありがとうございました。バナ1匹で完封したな。不思議バナのスペックだけで勝ちましたね。そして警戒していたガルーラもゲンガーもいなかったので、これはゲンガーいたら真っ先に出てくるし、ガルーラいたらまだ降参しないし、裏の2匹完全に腐ってたな。じゃあ続いていきましょう。まあでもバナがいるのにガルーラもゲンガーも出てこないっていうのは、まあそれはそれであれですね、やっぱりバナがいきますね。シュワーン、はい。コメントがまたしづらい感じの、なんかこう、あれだな。こう、エアームドとクロバットが見えた瞬間に、こう、ね、こう、今は、なんかこう、今はなき、こう、懐かしのパーティーじゃないけど、こう、そういう感じのものがこう、よぎりましたね。どうしようかな。ヒトムが刺さってるような気がするな。まあまあ刺さってるかな。で、武神はな、ガブリアスのためだけに出すのはちょっとあんまりだし、パルシェンはいけそうか。起点作れば勝てそうだな。ロートム、パルシェン何かでいくか。パルシェンはクロバットにそんなに弱くないし、エアスラッシュとかされるとやばいですけど。あとはバナとかでいいかな。ただメガホモ持ってないからエアアームドはかなりきつい。挑発とかされると完封されますからね。それを考えると、どうだ。
まあ、無道もパルシェンに対しては吹き飛ばしぐらいしかやることないし、まあ、殻破って、ズラナバリ連打しておけばなんとかって感じはしますね。ただまあ、こっちのメンツ見て ライボルと多分出てこないよな。バナかな。バナはでも、ラプラス厳しいよな。こっちギガドレインないんで、霊能の試行回数が尋常じゃないんですよね。さすがにちょっと辛いな。パルトマリルに並べて、どっちかが詰めたら勝ちみたいなゲームやるかな。それもありなような気はする。意外といけるか。それやってみるか。ちょっと今回は。ロトムがガブリアス誘うんで、ガブ誘っての、パルシェンかマリルどっちかですね、勝ちみたいな戦い方でいきたいと思います。これでなんとかなりそう。よろしくお願いします。ロトム、さあ誰かいるか。クロバット、オッケーオッケーオッケー。まあ、有利対面でしょう。ガブ読みだったらメザップから入ってもいいけど、まあ、鬼火でいいか。とりあえずは。リーダー、オッケー。即引っ込んだな。バンギか。まあ、鬼火刺されば美味しいですから、無かもしれないし、なんとも言えませんね。さあ。当たる、オッケー。偉いね。バンギ。クロバットの丸下手くそだな。お、特になんもなかったか。残飯で回復。まあ、積んで勝ちみたいなことを言いましたが、かといってね、そのまま、なんていうか勝負を捨てるというか、サイクル戦を全くしないわけではないので、これはマリルに引きましょう。クロバットは結構辛いんでね。お、グラさんオンラインになりました。ポケモンやってるのか、あの人。イカしかやってないと思ってたな。ステルスロック。まあ、これはいいでしょう。腹太鼓したい気持ちもあるけど、ホエルだよな、多分ホエルだよな。じゃれでいいか。早いな、君。マリル、うちのマリル、いや、うちのマリルエリス振ってないやつか。あ、それ負けてるわ。ちょっと今思い出したというか、あれですけど、それうちのマリルエリス振ってなかったな、エリス。あとはクロバットが毒技持ってるかどうかだな。毒技の所持率僕は正直低いと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。ブレバーと補助技みたいなのが結構。ガブリアス。なるほど。このターンにパルに交換した方がいいんじゃないかな。もうどうせ身狩りだろ。この展開は容易に想像できますね。身狩りじゃなかったらちょっと、だけど、だよね、目がりだよね。オッケー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 。研磨される前にパレ出しとけば、貫打った方がいいよね、このまま直で。さあ、余計率どんぐらいだったかな、わかりませんけど、まあ、とりあえず当てれば勝ちなんでね。ここ当てるか当てないかが勝負の分かれ目なような気もする、そういうパーティーだったか。じゃあ番機簡単に切ってもいいわけだな。研磨いい。まあ、研磨いいですね、当然。さあ、パルシェン頼むぞ。多分 70% ぐらいの確率当てれるはず。オッケー、当てた。偉い。これ落とせるでしょ。多分ね、光の粉とね、身が、なんていうかな、光の粉と、その砂隠れだけってそんなに回避率上がらないんですね、今回なんで。多分7割ぐらいだったはず。あれは麻痺も込みでやっと、起点にできるかなって感じなんで。まあ、僕がちゃんと身代わり読んでパルシェン出せたんで、これはね、許してもらいましょう。ちゃんと戦い、ちゃんとね、読んで動いたんで。特殊型だったら美味しくないんで、まあ、つぶ手でいいかな、ここは。オッケーオッケーオッケー。クロスポイズン。おー、毒技持ってたか、しかも物理の。それなら耐えるでしょう。弱いなクロバットの何がダメかって攻撃性能ですよね。こいつ合計種族値めちゃくちゃ高いのに攻撃性能が低すぎる。ブレイブバードがまだありますけど、特殊はエアスラヘドバクだし、物理もクロスポイズンって、それも悲しくなりますよね、ちょっと。なんかディスるような感じになってしまいましたけど、こいつの挑発とか、なんていうか、必中毒毒とか、催眠術とも使えるんですよね。結構見るべきところありますよね。はい。じゃあ、まあ今回は勝ててよかったな、このパーティー。意外とやれるか。手のひら返しが来るって感じですけど、はい。
じゃあまあ今回ここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。